はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。高橋みともです。はい、今回は、ウルトラマンジェットの感想とポケモンの感想と、戦隊と仮面ライダーの感想4つ一気にやります。ください。奥西さんの技術的な話なのでね。ではまずはポケモンからですね。はい、ポケモン今回ソードアンドシールド最後回でしたね。いやーすごいね。まさか無限大がゲットできるとは思わなかったけど、すごかったですね。っていうのが一つ目です。一つ目。ウルタマン Z。20%ですね。まあ、今回、バコさんの回ということで、いい回でしたというざっくりで、ちょっと早巻きです。ウルタマン Z は以上で、仮面ライダーと、まず、戦隊の方ですね。まあ、戦隊に関しては、言いましょう。まず、仮面ライダーセーバー。まあ、カリバーが意外な人物でびっくりしたんですけどね。いやー、想像つかなかったですね、皆さんもね。皆さんも想像ついてたのかな、カリバー。の正体は、あの人は。ちなみに、これは言いませんね、話はします。皆さんはぜひ、TTFC、つまり、東映ファンクラブ、東映特撮ファンクラブで、確認してください。ちなみに、スーパー戦隊もです。今回のゲストワークがすごかったですね。今回のゲストワーク、一課長の、管理官役の人が出てきましたけど、あの人の話です。すごかったですね。今回すごい回でしたっていうオチで終わりたいと思います。ちょっと早巻きです。ごめんなさい。諸事情でですね、部屋の環境がちょっと今、あんまりできなかったので、あんまり声出せる状態ではないので、ちょっと早巻きでした。ということで、動画締めさせてもらいます。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。